メカ。おお。ダブキャ、お、来た。二度目、またシェリフ乗っ取ろうかな。適当にパチンコ打つか。あ、タスク、ふとはい、ナイボー。はい、ナイボー。ナイボー。はい。しまい、形。反応できなかった。ごめんなさい。え、なんで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 。なんでなんで。いいボタン押したのに。いいボタン押したのに。ダウンロードできなかったって言われちゃった。あ、違法ダウンロード。違法ダウンロードだから大丈夫ですよ。違法ダウンロード。あー、てか、なんでエレキ湧くんだよ。お、こ、オッケー。なんでエレキ湧くんだよ。あ、ライボーいやー、流れるようなコンボワークですね、これ。ナイス。伊豆さんの声、さしく聞いてないな。ね。伊豆さん。はいはいはい。ああ、そう。カタモリになっちゃってるけど。ワンチャン違う人が、ワズさんがやってないかな。ワズさん。ワズさん。過去の人にすな。ウィルさん、ウィルさん。大丈夫だ。もう一回エリキ行きたい。よし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 。567だから23がこっちの方に。伊豆さんめちゃ早く死んでるな今日。7654こっちか。おしゃきりあったらやだなこれ。暗室逃げとこ。女性陣が。真横さんの左、死体が、メインの左端です。はい。エレキから行ってます。エレキ上がって、はいはいはい、うん、メイン真ん中行って、左に行ったら死体発見です。はい。死人情報。見てなさそうですね。アーカイブラウンジ金庫で、貨物で僕手で直して、金庫助けでいるんですけど、見てないです。はい、エンジン脇スナパイノスケ、ノスケ右スナパイ左、左コックピット武器庫管には誰もいません。すごっ。ノスケエンジンからメインの間で、あ、死にあります、ごめんなさい。マイコさんが、まあでも結局最新情報なんだですけど。いや、マイコって死んでる情報ありますよ。あ、ごめん、俺シュンデさんもあるわ。ごめんごめん、出せます。ありますか。いいですか、じゃあシルネさんの情報すいません先に。ノスケエンジン脇で、エンジンからメインに行くときにシオネさんが、エンジンの扉開けてて左に行ってるのを見てます。僕はそのままメインシャワーで、シャワーのタオルタスクしてます。うんうん、はい。ノスケさんシャワー、アーカイブの扉閉まってますか、開いてますか。多分閉まってたと思う。シャワーアーカイブ館の扉閉まってる。メインシャワー館の扉を、はい、俺が開けた。はい、で昨夜アーカイブ見ます。はい、おーい。赤目だこのターン、キッチン脇テンボでタスクをやる、キッチンでタスクをやる、停電が入る、でその後停電は直っちゃったんで石油に入ってで、テープタスクをやってる伊豆さんしか見てません。あとシェリフを使用してきます。僕は自身は浮いてます。はい、伊豆さんは弾けるって形で、いや弾けないと思います。オーケーです。僕最後までエルクでずっとエルクです。ごめんなさい、赤水さんの死体、あの経路を教えてもらえればそこに死に死体が絶対ないことわかるから、赤水さんの経路を教えてと、キッチンで沸きます、展望でタスクをこなします、で、Wi-Fi タスクとか全部やりました、うん、で展望出て、上のゴミ箱かそこら辺の上の方のタスクをやって、で停電入る、停電治る、で石油って言った感じだったんで、キッチン、あんまり動いてなかった。人天望石油が絶対ないで、ね、OKOK 絶対ない、いや絶対開かないです、はい、停電開けた後だったらワンチャン。あ、まあ、ただシェリフです、すいません。あれペイさんに入ってます、ナパイさんね、人ですね、一番位置的にはね、うん、両方とも関われるんじゃないですか、うん、
まあ、あっちのキルをした人には伝わった。一人には伝わった。一人には伝わった。あー、なんとか。サクアカメか。こういうか。見てみたら切られるかな。見直した方は伊豆です。はい。まあさっきの議論で詰めましょう、とりあえず。うん、そうしましょうか。まあ位置関係が舞妓さんメインの左側エンジンの間ぐらいですよね、うん、メインエンジンの。そうそうそう。あ、確かにそれだと俺しゅうねさんがもしどこに行っていたとしても届く位置にはいるんだ。はい。で、あと舞妓さんはメイン脇でした、一応。うん。セスターさんは最後どこですか？僕、ミーティングです。ミーティングのボタンまで行ってます。のすけさんって舞妓見てるの？舞妓さん見てない。おかしくない？エンジンから右行ったよね。いや、見てなくてもおかしくはないかなと思います。初動メイン、舞妓さんとかいろんな人がエレキに降りてるタイミング、はい、そのタイミングで、のすけさんが初動でエンジンからメインに来て、何かタスクをやってます。でエリック降りたタイミングでいたのはセンタン、サントス、サンシア、イズ、マユコ、この5人はいました。でセンタンさんが真っ先に上がっています、上に。で次の時点でマユコさんが上がってるはず。でサンシアさんはバイタルの方に行ってて、サントスさんもそっちの方についていってて、時点でサントスさんが上がっていっている。そのタイミングでイズがセキュリティ側行ってて、赤目田さんから死にをもらってるので、イズ、サンシアは基本的に抜けないので、白で見てほしい。はい。だからノスケさんってできるヒッチじゃないの。そうで、パン君が貨物入れてで直してて、酒屋さんもアーガイ付近にいるってことから、シンプルに4人の中、先端さん、のすけさん、セナパイさん、サントスさんの中に二人がいると思ってます。二人がいたら二色。うん、サントスさん、赤目田、伊豆、まあ、さんが一番薄いですけど、はい、あれあ、そかそか、赤目田さんシェリフだから、赤目田さん視点、伊豆さん弾けるの？今のって伊豆さんが弾ける、伊豆さん視点の話を聞いたけど、そう、僕はキッチン側に抜けないと、弁当とかでキルできないんで、戻ろうとしたらサンドさん抜いて舞妓さんキルしかできないので、石油にそもそもいけないですね。今日、追放したいですね、スキップなしで。ほんまや。伊豆さんと僕が切ってる場合は、メインのはしご登ってまた降りるっていう感じがするので、スナパイさんに入れます。スナパイさんで、うん。はい、スナーパイ先端で新ユリさんが絶対落ちると思ってます。あー、同じく同じく、あー、そうですね、同じ整理してた、めっちゃ同じ整理してた、うん、あ、僕もです。コミサボのコミサボ直した実績あるんで、もう一回コミサボ行きます。ありがとうございます、はい、僕はもうボタン押せるんで、こう、ペイノスか、まあ、てかもう、ナイボン、これのすけさんを釣る前に先端さんを釣らないと危ないですよね。オッケーオッケー、ちょっと喋らせてください。僕と、スナパイさんはどっちかインポスターって話ですよね。はい。で、シュネさんキルのヒット打ちって感じ。ってなると、目撃情報を出してるのすけさんと、レポートしてるサントスさんのどっちかがもう一インポスターになりますね、さっきの理論で言うと。で、伊豆さんが言ってる、そう、それをさっき、うん、それって結構なんかハイリスクなことしてるとは思いませんか、そのインポスターが。僕とスナパイさんの二郎で追ってるっていうんだったら、まあ納得ができます、うん、が、うん、どっちがインポスターになると、なんか僕目線で考え、僕クルーでちょっと一回かかってしてほしいんですけ ど両方とも結構こうムラリのある行動をしちゃってるので、うん、それこそしゅうねさんの信任出したの僕だけですからね。そう、僕の信仰で釣ってますから、これだから、目撃情報がそもそも違うのか、もしくは、どっかで LINE があるのか。誰だ、
っていうのを考えてほしいかな。まあ、僕釣りはもう免れないと思うんですけど、うんはい、僕も通ってるんでメインエンジン、うん、でその時はでもこれセンターさん釣った場合ってマットメイトとインポスターの11の子ですよね、はい、って思っといた方がいいかなっていう。サンシアさんってバイタル情報、あごめんなさい、あいいよセンターさん先どうぞ。あごめんなさい、クルーとインポスターが釣れたって思って、僕スナパイさんにもヘイト向けてるのは多分皆さんも分かってくれてると思うんで、うんうん、インポスターとクルーが釣れたって感じでインポスターのマットを考えてほしくて、はい、あと伊豆さんは隠し城、犯行には関わりなさそうだけどマットは一応あるっていうのを、うん、そうするでほしいです、うんはい、じゃあ今一つ聞きたいのが、のすけさん視点で真横さんの犯人って誰やと思います？メインの左でしょ。メインの左、サンシアさんって伊豆さん視点で弾いてるんだっけ？伊豆さん視点で。まあ、あの、サンドさん抜かないとキルできないので、地切れすぎに無理かなと思います。セキュリティが僕は塞いでるんで。あ、そうそう。で、私、サンシアさんとか途中で見失ってるから、どこで。ワンチャン終わると思いますけどね、これ。あ、それは考えてもいいけど、それは結果を見ればいいから、終わらない方を考えてください。ごめんなさい、実践で。サンシアさん弾くとしたら、パンク直せんだろ、停電。ごめんなさい、時点で今ののすけさんのクロード濃度がちょっと上がりました。パン君とか咲夜さんも一応浮き位置ではあるんで、そこ疑わないんだっていう。ああ、だからそれを考慮したら、うん、そうそうそう、パン君今その話しました。B 同士に疑われてるぞ、ご主人。B 同士きれアドミン壊してこっち。バリ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 。内房。内房。はい、内房。内房。確認したいんですけど、パン君って貨物で停電直してるんでしたっけ、確か。はい。しかもめちゃくちゃ早かった。確か、うん、うん、待機してました、うん、それやとしたら、サントスさんのセルフか拓也さん、いろいろあるよ、ごめんなさい、さっきも言ったけど、伊豆さん、あのセンターさんが遺言に残したけど、伊豆さんがマットあった場合はサンシアさんが先抜けてバイタルの方に行ったっていうのが嘘になるから、私はサンシアさんがどの時系列でどっち行ったか知らないから、伊豆さんマットの、あの、僕、うん、コミサボ直してます。あ、そっか、あれどのターンですか、はい、サンシアさんに見てもらう、あ、でもサンシアさんと一緒にいいか、センターさんがボタン押した日、いやでもあの時僕は宿舎前に行っちゃったので、サンシアさん、僕はコミサボ直す姿を見てどっか行ってるんで、僕一人で直したんですよ、ね、そうだから結論、伊豆サンシアの LINE を否定できる人いますか、それで否定してくれる人名乗り出てほしい、いるなら、そうするとめっちゃ推理楽になるから、できないと思う、できない、ね、けどサントスさんを多分抜かして真由子さんを切れないから白弾きしてるんじゃないですか、とりあえずラインを置いといて、キルに関われない一番白い位置は停電を直した実績があるパン君とシェルフの赤目さんからそこにいる証明をもらっている僕がとりあえずキルには関われない、キルには絶対関われない、キルには絶対関われない、パン君はしかも、うん、停電直してるんでパン君はマットでもないんで隠し白ですこの時点で、うん、なんでも昨夜もアーカイブ付近でパン君すれ違ってアーカイブの本のタスクやっており、アーカイブの左としては閉まってるっていうのを、まあ、のすけさんも言ってるので、まあ、ベント使うんだったらのすけさんが僕のこと見てるかなっていう、あ、のすけさんからその情報出るんやったら、ね、じゃあ実践は、いや、アーカイブの下の扉閉まってるって言いましたね、のすけさんは、ああ、それはしかもメインホールが下部に入ってるんだったら昨夜のベントキーも否定できると思います、うん、アーカイブシャワーメインっていうベントキーもできないから、え、昇降機のベントはごめん、酒屋さんってさ、死人情報パン君と繋いであるんだっけ、はい、ここで見たって、貨物とかで。ラウンジで僕は見ます、パン君。まあ、パン君見てる？僕は分かんないです。多分手に入ってると思うんですよ。もうなんでギリギリで、あれなんだ。一応僕と伊豆さんのキルをまとめたいんですけど、僕と伊豆さんが真由子さん、真由子さんを切ってる場合は、サントスさんのことを。いや、これ誰入れんだろう。いや、スキップでいいと思いますよ。スキップ、スキップ。結論出せない。けど、サントスさんのセルフはそんな追ってない、サントスさんがインポスターの場合、サンシアさんがバイタル方向行くの見えてると思うんで、うん、絶対詰まるようなキルしてることになっちゃうんで、あんまりセルフ疑ってないです。あざす。2キル頑張れ、2キル頑張れ、頼む、2キル頑張れ、2キル頑張れ。のすけさん、
ピン。おお。はい。三枝屋さんは序盤シャワーの方に置いてきてますね。はい。実質は昨夜さんに無理って出しときます。はい、コミュサブ直してエンジン真ん中あたりでのすけさんと合流し、そのまま宿舎前ミーティングです。サントス最終アーカイブで本タスクをして密室になってますということだけ浮いてますが、はい、密室サントスです。でパンカーも隠しろやから大丈夫で、これごめんなさい、タスク私今本タスク終わったんであと2なんですけども、皆さんタスク状況は？いやもうマット残り考えると絶対釣りで行きたいです。オッケー、ここつら、ここでも釣らなくても一緒じゃないですか、5人盤面だったら。ん？釣ってもそれは違くない、まあ、タスクであれば、うん、まあ、待って釣らずに行けばいいんやけど、はい、ああそうか、うん、タスクはちなみにどうなんですか皆さん。僕はあと2です、残り3です、あと2点あればいけるかなぐらい、あと4あるから割と釣れるのは釣りたいっていう場面で、4 4はどう、釣りメインで考えてみましょう。ヒット1はノスケオアサントスになるんで、はい、伊豆三社のラインもこれで多分なくなったと思ってほしいんです。僕が三社さんのキルは多分昨夜さん視点で結構否定できるかなって、キルぐらい開けるぐらいに一緒にいたと思ってるので、あてか大丈夫大丈夫、伊豆さんはキル絶対できなくてマットしかなくて三社さんが死んだから、そう、僕目線はもう昨夜さん、伊豆さん、まあでもそうや、伊豆さんが昨夜さん無理って言うんだったら三刀さんになるけど、その情報が正としたらね、伊豆さん絶対酒屋さん大丈夫だよね。あ、絶対無理、絶対無理。俺が三枝屋さんをシャワーに置いてきて、コミサボ直して一緒にミーティングまで行ってるから。死亡する、死亡する1分でタスク割れたら勝てる。で、酒屋さん。1分じゃなくない ?30 秒でキルしてる、ドックレポで。え、違う、いやいや、1分で、1分。で、でもごめんなさい。1分や。1分で、1分で酒屋さんきついんだよね。割ときついかもしれないから。だから釣るってことか。あ、釣らないもんね。え、伊豆さんのさ推定被災地どこ、死人情報出してくれてるけど、いやシャワーに序盤でしかないので、まあシンプルにのすけさんは切っててありえると思いますよ。うん、というのはのすけさんかなと思います。サントス、うん、サントスさんが浮いてる中で一人アーカイブで言うって必要ないと思うんで、起動表しました救えなかったすまねー救えなかったごめんよあ、マットかさん、あ、危なかった、マジマットさん、マットだった俺も何も考えんと死人出したら、シルネさんのめちゃくちゃ正しい、うん、あ、言うんだと思って出した瞬間、あ、やべと思って、俺インポセン言うんだって思ってごめん、ごめん、しかもなんかその直前、スナパイさん左にのすけスナパイいますみたいに言ってませんでしたっけ。エンジンで湧いて右行ったよね、のすけ。僕は左見て左誰もいないよって言いました。あー、そっか、そういう言い方だったのか。なるほど、なるほど。あのね、片方のご主人の気流を反対側に寄せたら、もう片方の方寄っちゃったっていう、めちゃくちゃ申し訳ない。ダメ、ダメ、ダメ。はい、申し訳ない。今日俺、サントスさん2点目で切ろうとしたからな。全員いる？あ、どうだろう。サンシャさんが大